皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。今回は若返りの食べる美容液、完璧すぎるあの食べ物を365日食べて老化を止めなさいと題して、科学的根拠にしっかりと基づいて、完璧すぎる神の食べ物を皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。一言で若返りの食べる美容液、 完璧すぎるあの食べ物を365日食べて廊下を止めなさいということについて。 2限でいくら完璧でも NG 効果が台無しになるやってはいけない残念な食べ方について解説していきたいと思いますそれでは早速1限の若返りの食べる美容液完璧すぎるあの食べ物を365日食べて老化を止めなさいから解説をスタートしていきますさて世の中には著しく健康に良く著しく栄養価の高い食べ物というのが存在するんですこういったものをコツコツと長期 的に食べることことそが健康で長生きするための大きなポイントと言えるでしょう。 これは私が膨大な書籍や膨大な論文を読んでいる中でたどり着いた一つの答えです。世の中に存在している栄養価の高い食べ物、本当に栄養価が高いのか、一体その食べ物にはどんな効果があるのかということを徹底的に調べ上げ、その食べ物がめちゃくちゃ健康に良いと分かったら、それをしっかりと食べ続ける。これこそが私が実践している健康法の大きな柱の一つであります。それではもったいぶらず にまず今回の動画の結論を先に申し上げておきたいと思います今回紹介したい365日食べるべき若返りの食べる美容液とはズばりアボカドでありますそれではこれからアボカドのメリット驚愕の効能を皆さんにどんどんお伝えしていきたいと思います最初にそれらをまとめて発表しておくとそれは次の5つであります世界一栄養価が高いアボカドの驚愕の健康効果1完璧な 栄栄養養で隠れ栄養失調を改善する2抗酸化物質と抗炎症物質で体の内側から強烈に若返る3食べる美容液肌も髪もみるみる美しくなる4腸をきれいにし腸を健康にする5肝臓がどんどん超健康的になるではそれぞれ具体的に1つずつ取り上げて解説していきましょうまた単に アボカドの驚愕の効能を紹介するだけじゃなくてアボカドというものをテーマにしてぜひとも皆さんに知っておいていただきたい最新の健康知識や栄養学の知識などもふんだんに盛り込んで動画を作っておりますので見るだけで健康リテラシーがアップグレードされますですのでアボカドについてはもうわかったよと言って動画を切るんじゃなくて栄養学の勉強であると思ってぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいですそれでは早速 一つ目の。 世界一栄養価が高いアボカドの驚異の健康効果完璧な栄養価で隠れ栄養失調を改善するについて解説していきたいと思いますさて皆さんはアボカドと言われて一体どんなイメージを持つでしょうか多くの人はアボカドあ,あそんな食べ物もありましたねとアボカドはこれまで一度も食べたことありませんなどという人さえいらっしゃるかもしれませんですがそれは非常にもったいない 今日でぜひアボカドに対するイメージを変えてもっともっとアボカドを積極的に召し上がってほしいんですちなみにアボカドは 意外なことにに果物に属しております野菜ではないんですねそして果物の中でもなんとアボカドは世界一栄養価が高い果物としてギネス認定されるくらい極めて栄養価の高い果物でまさに栄養満点のスーパーフードであります健康的な脂質カリウム ビタミン E 食物繊維などさまざまな素晴らしい栄養素を含んでいますまたカルシウムや亜鉛そして18種類の必須アミノ酸さらには14種類以上のミネラルたくさんのビタミン類こういったものが含まれておりますまた皆さんはアボカドは森のバターであると言われているのを聞いたことあるかもしれません森のバターと言われるほどですからその名の通りアボカドには 多くの脂質が含まれているんです食べたことある人ならわかると思いますが本当にバターのように脂質がたっぷりと含まれていてしかもその脂質はオレイン酸やリノール酸などの健康に良い一家不飽和脂肪酸なんですアボカドはそのクリーミーさゆえに脂質が気になるという方もいらっしゃるかもしれませんがアボカドに含まれている脂質は非常に健康に良いものでありあなたを体の内側から 若返らせてくれる貴重な脂質な質んですだから全く気にする必要はなくむしろアボカドの脂質は積極的に取るべき油なんですまたアボカドには炎症を抑えてくれたり様々な病気のリスクを下げてくれる超健康的な油であるオメガ3脂肪酸も含まれておりますまた アボカドは食物繊維が豊富でアボカド一つにはなんと約14グラムの食物繊維が含まれているんです。食物繊維が重要であるというのはもはや広く知られている事実でしょう。食物繊維は腸の健康を促進してくれます。また食物繊維にはダイエット効果があるというのもよく知られていることです。 アボカドには食物繊維と健康的な脂質がたっぷりと含まれているため私たちに満腹感を与えてくれますその結果食べ過ぎを防ぐことができてダイエットにも効果を発揮してくれるでしょうさらに食物繊維と健康的な脂質だけではなくて アボカドにはポリフェノール、カロテナイドといった抗酸化物質と抗炎症物質が豊富に含まれているという点も見逃せません。抗酸化物質は私たちを老化させたり、私たちを病気にする活性酸素から私たちを守ってくれるとても大切な物質です。また、抗炎症物質は様々な病気や老化の引き金となる炎症を抑えてくれるとても貴重な物質であります。皆さんも よく老化を防止し若返るためには抗酸化物質や抗炎症物質を取りましょうと言われているのを耳にするのではないでしょうか。さてどうううでしょうこのように アボカドには本当にたくさんの栄養素が含まれております。現在、日本人をはじめ、先進国の人たちは今、こんなに食べ物が溢れている世の中で、重大な栄養失調に陥っている人が多いと言われているんです。なぜこの飽食の時代に栄養失調になってしまうのか。それは、カロリーはあるのに、ジャンクフードとかファストフードといった 栄養がカスカスのものばかりを食べているからでありますだから摂取カロリーは多くとも本当に体を作る上で必要な栄養素が全く足りていないという状況ですこれを 隠れ栄養失調と呼び非常に危険な状態であると様々な本で指摘されております。例えば食品添加物がたっぷり入れられたスナック菓子やお菓子やファストフード、出来合いのお弁当やお惣菜。皆さんは普段こういったものばかり食べていないでしょうかこれらは全てカロリーオーバーなのに栄養失調の元凶となるものばかりです。今皆さんもなんだか体調が悪いとか謎の倦怠感があるという人 いるでしょうそんな人は隠れ栄養失調に陥っていることが原因かもしれませんので、ここで一度、自分の食生活をしっかりと振り返ってみてほしいです。隠れ栄養失調を解消することができれば、嘘のように体調が良くなったという話もたくさん聞きます。また 普段イライラしていたり怒りっぽかった人がしっかりと栄養を補うことによって温厚な人になったという実験までありますからメンタルの不調を抱えていたりなんだか最近調子がおかしいと感じているのであればしっかり栄養素を補ってあげることが重要なんです。そして 隠れ栄養失調にはさらに恐ろしい問題も潜んでいます一度隠れ栄養失調になってしまうと私たちはもっと食べたいもっと食べたいとなってしまい肥満につながってしまうということでありますこれは考えてみればとても当たり前のことであなたの脳は確かにこいつは食べ物いっぱい食べているが全然栄養素が足りないよとだから 栄養素を補うためにもっともっと食べろとあなたに命令するわけです具体的に言うと食欲をアップさせて私たちにどんどん食べさせようとします当たり前ですよね栄養素が足りていなくて脳的には危機を感じているからですそこで アボカドのような栄養素が高いものを食べることができればいいんですがそこでさらにジャンクフードなどを食べてしまうといつまでたっても栄養失調が解消されずにあなたは必要以上に食べすぎてしまい栄養失調だけでなく肥満やその他の病気のリスクが上がるといった最悪な状況に陥ってしまうというわけです。というわけで 少しアボカドから話が逸れてしまいましたが極めて重要なことを述べました適当な食事ばかりをしていると隠れ栄養失調に陥ってしまうのでもっとあなたの生活の中にアボカドとか例えばブルーベリーとか納豆とか魚とかそういった間違いなく健康に良いものをどんどん追加していってほしいんですとりあえず今回の動画をしっかりと見てアボカドを追加することから始めてみてはいかがでしょうか アボカドは栄養満点である上にスーパーなどで簡単に手に入りますよねそしてお値段もそんなに高くありませんですから是非日常的にアボカドを摂取してほしいですそして 嬉しいことにアボカドは単純に美味しいですから例えばサラダに加えてみたりパスタに加えたりして自分なりの美味しい食べ方を見つけていただきたいと思いますまたお酒を飲む人はおつまみとしてもアボカドは大活躍してくれますのでお酒のおつまみにいかがでしょうか 個人的には、やはりサラダに加えて食べるというのが一番手っ取り早くて食べやすいなぁと感じております。そしてアボカドは森のバターと言われているほどクリーミーでとても美味しいですから様々なレシピで大活躍してくれるはずです。サラダに加えるのも良し、トーストの上に乗っけて軽く焼くのも良し、わさびにつけてお酒のお供にするのも良し、そのままマヨネーズをつけて食べるのも良し、チーズを振りかけて軽く焼いて 食べるのもよしです。ぜひ興味のある方は アボカドレシピなどで検索してうわぁこれ美味しいなというものを見つけていただきそのレシピを使ってアボカドをリピートしていただければと思いますさていかがでしたでしょうかそれではここまでで一つ目の世界一栄養価が高いアボカドの驚愕の健康効果完璧な栄養価で隠れ栄養失調を改善するについての解説を終わりにして次に行きますそれでは次2つ目の世界一栄養価が高いアボカドの脅威 の健康効果 抗酸化物質と抗炎症物質で体の内側から強烈に若返るについて解説していきたいと思いますさてこれを聞いている皆さんの中には健康になりたい若返りたい第二の青春をまだまだ味わいたいと思っている方が多いかと思いますそんな人は抗酸化物質や抗炎症物質をしっかり摂取するということがかなり大きなポイントになりますそこでアボカドの登場なんです 先ほどちらっと申し上げましたが アボカドには、たくさんの抗酸化物質や抗炎症物質が含まれています。例えば、アボカドには、カロテノイド、ビタミン C、ビタミン E、フェノール化合物、ルテイン、カロテンなどの抗酸化物質や抗炎症物質が大量に詰め込まれております。こういったものは、慢性疾患のリスクを下げてくれたり、老化を遅らせてくれたり、認知機能を改善してくれたり、心臓の健康を改善してくれたりと、 な効能が研究によって認められております例えば ある研究ではルテインやカロテンなどのアボカドに含まれるカロテノイドは強力な抗酸化作用を持ち多くの慢性疾患のリスクを高めてしまう酸化ダメージから私たちを守ってくれるということが示されておりますこのようにアボカドには抗酸化物質が豊富に含まれているためアボカドを定期的に食べることによって体の抗酸化力が高まる可能性が指摘されているんですさていかがでしたでしょうかそれでは ではここまでで2つ目の世界一栄養価の高いアボカドの脅威の健康効果抗酸化物質と抗炎症物質で体の内側から強烈に若返るについての解説を終わりにし次に行きますそれでは次3つ目の世界一栄養価が高いアボカドの脅威の健康効果食べる美容液肌も髪もみるみる美しくなるについて解説していきますさてこれを聞いている皆さんの中には美容に気を使っている人が 結構いらっしゃると思いますまた見た目を若々しくしたいと願っている人も多いはずですそんな人にこそ私はアボカドをお勧めしたいんですなぜならばアボカドは食べる美容液とも呼ばれているほどにお肌や美容にも良いからでありますアボカドには森のバターという名前にふさわしく脂肪がたっぷりと含まれておりこの脂肪は一家不飽和脂肪酸の オレイン酸と呼ばれるものになりますオレイン酸には悪玉コレステロール値を下げる作用があり血液をサラサラにしてくれます。 血液の流れを良くすることは全身の細胞に酸素や栄養素をきちんと届けることができ体の各細胞で発生した老廃物をきちんと回収することができますから体の内側から肌がきれいになったり体の内側から若返ることにつながりますまた血液がサラサラになることによって動脈硬化が予防できたり高血圧が予防できるという嬉しすぎる効果もありますさらに アボカドに含まれる良質な脂質には肌の乾燥を内側から防いでくれるという素晴らしい力もありますまた美肌に必要なビタミンもアボカドには豊富に含まれております例えば皮膚や粘膜の健康維持に役立ち肌荒れを防いでくれるビタミン B そしてシミやそばかすの原因となるメラニン色素が作られるのを抑え肌の弾力を保つことに貢献するビタミン C そして 抗酸化作用のあるビタミン E などであります。また 不和脂肪酸とビタミン E、そしてルテインなどの抗酸化物質の作用によってお肌だけでなく髪の毛にも良い影響があると言えます。さらにアボカドにはカリウムが豊富に含まれているというのも嬉しいです。カリウムにはむくみを解消する効果があり老廃物を排出することに役立つんです。一般的にカリウムというとバナナが豊富にカリウムを含むということで有名なんですがなんとアボカドには バナナよりもたくさんのカリウムが含まれているんですさらには腸内環境を整えるための食物繊維も豊富に含まれています今では 腸内環境ととと美容はめちゃくちゃゃく大きな関係ががあるいいうことがわかっています本当の意味であなたが綺麗になりたいと思うのであればめちゃめちゃ高価な化粧品を使うとかこだわりの美容液を使うといった外側からのケアも確かに効果は多少あるでしょうがいくら外側からケアしたところで内側が乱れていたら本当の意味で綺麗になることはできません ですからしっかりと内側の腸内環境を整えてあげましょうそうすることで自然と外見は美しくなりますさてどうでしょうか ここまで聞けばアボカドが食べる美容液と呼ばれているのにも納得できるくらい美容に効果的な栄養素がたくさん含まれているということが分かったでしょう。実際にアボカドがもたらす美肌効果は研究によっても確かめられております。約700人の日本人女性を対象とした2010年の研究では皮膚の状態と脂肪の摂取量との関係が調べられました。その結果、 アボカドに含まれる脂肪のような健康な一化不飽和脂肪酸を大量に摂取すると皮膚の弾力性が高まりシワが減少すると結論付けられておりますまたアボカドは肌のダメージを防いでくれる効果もあります2011年の研究ではアボカドは日焼けによるダメージや 炎症から肌を保護するのに役立つとということが示されておりま,すまさにアボカドは体の内側から塗る日焼け止めと言えるでしょうさていかがでしたでしょうかそれではここまでで3つ目の世界一栄養価の高いアボカドの驚異の健康効果食べる美容液肌も髪もみるみる美しくなるについての解説を終わりにし 次に行きましょう。それでは次4つ目の世界一栄養価が高いアボカドの驚異の健康効果腸をきれいにし腸を健康にするについて解説していきます。さて先ほど腸を整えるということが若返ったり美しくなるために極めて重要であるというお話をしました腸というのはめちゃくちゃ私たちの健康や美容にとって重要なものですからもう少し腸について深掘りして解説させてください 今回のテーマであるアボカドはめちゃくちゃ腸に良い影響をもたらしてくれますそれは何と言ってもアボカドには食物繊維が大量に含まれているからでありますアボカドは健康的な腸内細菌を維持するのに欠かせない食物繊維を豊富に含み食物繊維は食べ物を生姜管内に移動させ腸内の微生物の餌となるため腸の健康維持に欠かせない栄養素なんです アボカドは食物繊維が豊富でアボカド1個あたり約 14g 含まれております。日本人の食事摂取基準2020年度版では目標量として男性は18歳から64歳は1日に 21g 以上の食物繊維、65歳以上は 20g 以上、女性18歳から64歳は1日に 18g 以上、65歳以上は 17g 以上と設定されております。それにもかかわらず、 ほすべての年代で食物繊維がみんな不足しているということが分かっているんです。ですがどうでしょうか アボカドならばたったっ1 14g 個食食べるるだけで約14の食物繊維を補給す,るこ,とができますこの 14g というのがどれだけ多いのかというのは先ほどの基準を見ていただければわかるのではないでしょうか。アボカド1個食べるだけでほとんど達成できると言っても過言ではありません。食物繊維が豊富に含まれているということで有名なあのごぼうですらも 100g あたり約 6g 前後しか含まれておりません。いかに アボカドに大量の食物繊維が含まれているのかということがよくわかるかと思います私たちの腸の健康を保つために腸の中で健康な細菌を育むということは非常に大切なことですそしてそのためには健康な細菌の餌となる食物繊維をきっちりと摂取する必要があるというわけなんですまた最近では 腸内細菌の多様性が重要であるということが盛んに言われるようになってきました腸内細菌の多様性とはまあ要するにいろんな種類の腸内細菌たちがあなたの腸に住んでいるということでありますこれが重要なんです実は昔の食事は野菜や果物全粒穀物などといった多種多様な天然の食品で構成されていたんですそして実際このような多種多様な天然の 食品が多い食事は腸内細菌の多様性につながる可能性があると指摘されているんです実際食事の内容を変えることによってたった数日で腸内細菌の構成が変わるということも分かっているんですしかし残念ながら 現在の食生活からは多様性というものが失われつつあります特にここ50年間の間に多様性の多くが失われてしまったと言われていてなんと現在では世界の食料供給の75%はわずか12の植物と5つの動物種から来ているそうです皆さんも例えば 朝ごは,んにパン昼ごはんはうどんやラーメン夜ごはんはパスタやピザといった食生活を送っていないでしょうかこれだとあなたの食事のほとんどが小麦で構成されていることになります一度ご自身の食生活を振り返ってみて自分は同じものばっかり食べ続けていないかということをチェックしてみてほしいと思いますそうすると多くの人がうわぁよく考えると自分同じものばっか食べていたなぁと多様性がほとんど なないいいじゃないかととうことに気づけるはずであさまざまな種類の自然の食品が不足しているような食事は腸内細菌の多様性を失うことにつながり腸内細菌の多様性を失うということは多くの健康への悪影響をもたらすということを今一度念頭に置いて自分の食生活を振り返ってみてほしいと思います。 このように、腸内細菌の多様性は重要なんですが、そこで今回のテーマであるアボカドは、腸内細菌の多様性を増やすことに貢献してくれるということが、研究によって明らかになっているんです。太りすぎとみなされる163人の成人を対象とした研究では、男性の場合毎日 175g、女性の場合 140g のアボカドを12週間摂取した人々は、対象群と比較して、細菌の多様性が増加 ししたたとということが分かりましたさらにアボカドを摂取したグループではフィーカリバクテリウムラクノスピラアリスティペスキンが多くこれらは全て酪酸を含む炭鎖脂肪酸を生成してくれる大切なものたちばかりです炭鎖脂肪酸というのはめちゃくちゃ重要な物質でありあなたの腸内細菌がこの炭鎖脂肪酸をどんどん作り出してくれることによって大腸内の pH が酸性に傾きますこのの酸性の環境 他においては善玉菌が増え悪玉菌を減らすことができますから腸内環境の改善につながります。また 探査脂肪酸は大腸のエネルギー源となり炎症を抑えてくれるという効果も期待されております。そして探査脂肪酸によって腸内環境が整うことで免疫力が向上します。また、便秘が改善されたり感染症への抵抗力が高まったりアレルギーが抑えられたりダイエットにつながったりコレステロールが減ったりと本当に様々な素晴らしい効果がもたらされます。さてどうでしょうかすいません。ちょっとね、勢い 余ってアボカドが腸にもたらしてくれる様々なメリットをガガガッと一気に説明してしまいましたがまあ要するにアボカドを食べれば腸内環境の改善をはじめ多くの健康効果が期待できるということですアボカドには必須ビタミンミネラル化合物がたっぷりと含まれており炎症を抑えたり腸の多様性を改善したり重要な栄養素を供給するのに役立ってくれるんですアボカドをそのまま食べても 料理に入れて食べても食生活に取り入れることで腸の健康をサポートすることができますからぜひアボカドを取り入れてみてはいかがでしょうかまたアボカドには豊富な食物繊維が含まれているとお伝えしましたこの豊富な食物繊維が腸の健康を整えてくれるわけですが実は食物繊維には他にもありえないぐらい多くの健康効果が秘められておりますなんといっても食物繊維のメリットとして強調しておきたいのは 食物繊維を摂取すると死亡率が下がりますよということであります9万人以上の日本人を対象とした研究では食物繊維の摂取量が多いほど死亡リスクが低下するということが判明しているんですですのでやはり健康的に長生きしたいと願うのであれば食物繊維をしっかり摂取するということは超重要課題であると言えますしかもこれは日本人を対象に行われた大規模な研究ですからかなり信憑 性もあるると言えるでしょうこの研究では食物繊維の摂取量が最も多いグループでは最も少ないグループに比べて総死亡リスクが男性でなんと23%女性で18%それぞれ低下したという驚愕のデータが判明しておりますまたさらに循環器疾患による死亡リスクは男性で20%女性で27%それぞれ低下したということが分かっております食物繊維と言われれば 腸にいいんでしょとと知っていいいる人は多いと思いますしかし単純に腸に良いという認識では食物繊維に対してちょっと失礼であると言えるでしょう食物繊維は私たちの死亡リスクを低下させてくれる可能性があるという奇跡の食べ物とも言えるほど重要な栄養素なんですというわけでそんな奇跡の食べ物をたっぷりと含んでいるアボカドをぜひともよろしくお願いします まで4つ目の世界一栄養価が高いアボカドの脅威の健康効果腸をきれいにし腸を健康にするについての解説を終わりにし次に行きます。それでは次、5つ目の世界一栄養価が高いアボカドの脅威の健康効果肝臓がどんどん超健康になるについて解説していきたいと思います。さて皆さんご存知の通り肝臓は健康にとって非常に重要な臓器です。肝臓は体内の老廃物 や毒素をろ過しして排出したり脂肪を代謝してエネルギーを作ったり余分な栄養素を貯蔵して必要な時にそれを取り出して使用するという貯蔵庫としての役割を持っていますまた他にもホルモンバランスの維持や脂肪の分解を助ける胆汁を分泌し食物からビタミンやミネラルの吸収を助ける働きもありますこのように肝臓は500もの重要な機能を持ついわば体の発電所といます 言える臓器です肝臓がなければ私たちは食べ物を消化することができず体全体が正常に機能しなくなりますこの臓器が機能しなければ体内の多くのプロセスが機能しなくなります肝臓を健康に保ち病気にならないようにすることは健康で長生きするために必要なことです肝臓を健康に保つためにはまず定期的に運動することそして当然 アルコールを制限するということがとても重要ですさらにこれらに加え肝臓に良い食べ物を摂取するということも極めて重要な要素ですそこで登場するのが 肝臓に良し、健康に良しということで有名で、私たちの身近にあって手に入りやすく、値段も安い今回のテーマであるアボカドであります。2015年に行われた研究では、非アルコール性脂肪肝疾患を持つ人々にアボカドがどのように役立つのかということを調査してくれております。非アルコール性脂肪肝疾患とは、簡単に言うと、アルコールが原因ではない脂肪肝疾患のことであります。 アルコールが脂肪肝をもたらしてしまうということは結構有名なことなんですが別にアルコールをそんなに飲まない人であっても脂肪肝になってしまう場合があるというわけですさて研究者はこのような非アルコール性脂肪肝疾患を持つ人々がバランスの取れた食事に加えてアボカドを適度に摂取することは体重を減らすことと全体的な肝機能検査の改善に関連しているということを発見しました ちょっと、ね、難しそうな言い回しになってしまいましたが要するにアボカドは肝臓に良い影響を与えてくれるということが研究によって示唆されたということですこの研究以外にもアボカドが肝臓に良いということを示している研究は結構たくさんありますアボカドには 健康的な不は脂肪酸抗酸化物質19種類の必須ビタミンが豊富に含まれていてこれらは全て肝臓を病気やダメージから守り肝臓の代謝を高め肝機能を強化するのに役立ってくれますまたアボカドはそのビタミンと健康的な脂肪が多くの重要な栄養素化合物ビタミンなどの吸収を促進してくれるため肝臓を健康にしてくれるんですさらにアボカドに含まれる脂肪酸 さんは脂肪とタンパク質の消化に伴う副産物であるトリグリセリドの分解を助けてくれるという働きもあります中性脂肪は放っておくと肝臓にダメージを与えるのでアボカドの脂肪は代謝を促進する力と肝臓を保護する力の両方を兼ね備えているということでありますそして アボカドは繰り返しますが食物繊維の宝庫です食物繊維は肝臓が分解する必要のある脂肪や毒素の量を減らすのに役立ってくれますこのようにアボカドを定期的に食べることによって肝臓をベストな状態に保つことができるでしょうそれではこの辺で一元の内容をまとめておきたいと思います一元では世界一栄養価が高いアボカドの驚異の健康効果についてお伝えしてきました具体的には次の5つでした 1>, 1、完璧な栄養価で隠れ栄養失調を改善する2、抗酸化物質と抗炎症物質で体の内側から強烈に若返る3、食べる美容液、肌も髪もみるみる美しくなる4、腸をきれいにし腸を健康にする5、肝臓がどんどん超健康になる それでは次2件でいくら完璧でも NG 効果が台無しになるやってはいけない残念な食べ方について解説していきたいと思いますさて1限ではアボカドの驚異的なメリットについて皆様にわかりやすく解説してきました続く2限では効果が台無しになってしまうアボカドのやってはいけない残念な食べ方について皆さんに注意を促しておきたいと思うんですここから紹介したいアボカドのやってはいけない残念な食べ方 は主に次の2つです。効果が台無しになる。アボカドのやってはいけない残念な食べ方。NG1。熟していないアボカドを食べる。NG2。 レモンやトマトと一緒に食べてしまうではそれぞれ一つずつ具体的に取り上げサクッと解説していきますまずは一つ目のアボカドの残念な食べ方熟していないアボカドを食べるについて解説しますさてアボカドをスーパーなどで実際に手に取って買ったことがある人は同じように売られているアボカドでもある程度熟しているものとすでに完熟しているもの あるいはまだまだ熟していないものがあるということを知っているはずでありますこういったアボカドが売られている場合ぜひ皆さんには 完熟のアボカドを選んでいただきたいと思うんです。結論から言うと、完熟のアボカドを食べるのが最も栄養価的にも素晴らしく、まだ熟していないアボカドを食べてしまうと効果が半減してしまうということが分かっているんです。さて一言で、アボカドには健康に良い脂肪がたっぷり含まれているということが、アボカドが健康に良い理由の一つだと述べました。 実はこのアボカドに含まれている健康に良い脂肪はアボカドが熟すにつれて多くなるということがわかっているんです。 ですから皆さんにはまだ皮の色が緑色な未熟な状態の硬いアボカドを選ぶんじゃなくて皮が黒くなってきている柔らかめの熟したアボカドをチョイスしてほしいんです実際にアボカドを手に取ってちょっと触ってみれば柔らかいのか硬いのかが簡単にわかるでしょうまた色も緑色なのか黒色に近いのかでよくわかりますちなみにデリバリーなどでアボカドを購入したことがある人は ままだまだ緑色で硬いアボカドが届いてしまったという経験あるかもしれません実は私も昔まだこれ熟していないよねというアボカドが届いたことがあります そんな場合は、自宅で熟させれば OK であります。暖かい場所に置いたり、バナナやリンゴと一緒に、ビニールの袋に入れたりすると、熟すのが早くなるので、おすすめであります。ちなみに、私の動画を見てくださっている皆様ならば、逆に熟したら食べてはいけないものは何ですかと質問されると、もしかしたらピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。答えを言ってしまうと、それはズバリバナナです。 バナナも健康に良いということが言われているんですが実は完熟バナナはあまり良くなくてバナナは熟す前の緑色のグリーンバナナと呼ばれているものの方が全然健康に良いということがわかっているんですバナナは熟すにつれて色は黄色くなっていきそして甘くなっていきますそれはレジスタントスターチというものが熟すにつれて糖質に変わってしまうからであります 前のバナナをチョイスするよううにしましまょうそしてアボカドの場合は熟したアボカドをチョイスするようにしましょうさていかがでしたでしょうか それではここまでで一つ目のアボカドの残念な食べ方熟していないアボカドを食べるについての解説を終わりにして次に行きますそれでは次二つ目のアボカドの残念な食べ方レモンやトマトと一緒に食べるについて解説していきたいと思いますさてアボカドを様々なレシピに活用するときにおそらくアボカドとレモン そしてアボカドとトマトを一緒に組み合わせて食べる人いるかと思います。実際これらの組み合わせは結構味的には美味しいのでついついやってしまう人が多いかもしれませんができれば アボカドをレモンやトマトと一緒に食べるのはやめていただきたいんです例えばレモンに関して言うとレモンとアボカドの消化速度が大きく違うため腸にとってあまり良くないということがわかっているんです消化スピードが違う食材が おなかの中で混ざってしまうと、結果的に腸全体の流れが遅くなってしまい、その結果、長時間にわたって食べ物が腸内にとどまることになり、それがやがては腐敗し、腸の悪影響につながるというわけです。例えば、アボカドトーストにレモンを絞って食べたくなるかもしれませんが、アボカドとレモンは NG の組み合わせであると、ぜひ覚えておいてほしいです。そしてこれは 同様ににトトマトにも言えますアボカドトーストにトマトなどを添えて食べるととても美味しいというのはわかるんですがアボカドとトマトを一緒に摂ることはあまりよろしくありませんアボカドというのはさまざまなレシピに大活躍してくれるものではあるんですがレモンとトマトと一緒に取らないということだけ覚えておいてほしいと思いますさてここまでアボカドはレモンやトマトと一緒に食べてはいけないということをお伝えしてきましたですが逆に組み合わせ 合わせることによってささららにに栄養価が倍増しさらに健康になれる組み合わせも存在するので最後にそれをサクッとだけお伝えしておきましょうもちろんアボカド単体で食べてもいいんですが例えばアボカドと納豆を組み合わせたアボカド納豆はさらに栄養価が高く完璧な完全食となりますアボカド納豆は アボカド、納豆それぞれの栄養素が組み合わされることによって特に肌の健康を促進してくれるということがわかっています。まあ具体的にアボカドのこの栄養素と納豆のこの栄養素が組み合わさって肌に良い影響を与えてくれるんですよと具体的に説明してもいいんですがちょっと動画が長くなってきているのでここでは結論として美容のためにアボカド納豆をおすすめしたいということだけ述べておきたいと思います。 そして。 アボカド納納豆豆のの作りりり方はめちゃくちゃゃく簡単ででありアボカド実をスプーンなどで取り出して納豆と混ぜるだけで OK で ok ありますアボカドと納豆を混ぜてそれにお好みで醤油や青ネギなどを加えていただくだけで超シンプルにアボカド納豆を作ることができますぜひ夕食の一品に加えてみてはいかがでしょうか他にもおすすめな組み合わせメニューがあるので少しだけ紹介しますそれはアボカドを味噌汁に加えたアボカド アボカド味噌汁でありますなかなかね皆さんこれまでアボカドを味噌汁に加えようという発想はなかったかもしれませんが味噌汁もそもそもめちゃくちゃ健康に良い食べ物ですのでここにアボカドを加えることによってさらにその健康効果がアップするというわけです。例えば できた味噌汁にアボカドを2分の1個程度加えさらにそれにお好みで焼き海苔とかネギなどを加えて食べてみてください実に美味しいということに気づけるはずであります またこれを聞いている人の中に自分でスムージーを作って定期的に飲んでいるという人もいるでしょうそんな方は例えば小松菜やキャベツケールといった野菜にリンゴやバナナといった果物を加えて作っていたと思いますがぜひそこにアボカドも加えてみてほしいですアボカドの味はスムージーにはぴったりの味わいですので本当にさまざまなスムージーに大活躍してくれる食べ物であります アボカドを定期的に食べなさいと言われてもなかなか難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんそんな場合はスムージーに入れて摂取するんですそれならば簡単にアボカドを摂取できるでしょうそれではこの辺で二元の内容をまとめておきますポイント1 効果が台無しになる。アボカドのやってはいけない残念な食べ方を2つ紹介しました。NG1、熟していないアボカドを食べる。NG2、レモンやトマトと一緒に食べる。ポイント2、アボカドの健康効果が倍増する。最強の食べ合わせを3つほどご紹介しました。1つ目は、アボカド納豆でした。2つ目は、アボカド味噌汁でした。3つ目は、アボカドスムージーでした。 本日は以上です。また、このチャンネルでは投稿できないような濃い内容の書籍、そして情報を徹底的にリサーチし配信する新しいチャンネルを始めましたので、概要欄からぜひぜひ遊びに来てください。それでは、さようなら。